皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今回紹介させていただく商品はこちら、袋線っていうものになります。まあもう読んで字のごとくね、袋と便線が合体したような商品になってます。で、まあ、中にこうページ開けますとこのようになってまして、で、まあこれちょっとちぎっちゃったんですけど、まあ、こういう風になってますね。でこれをちぎるとこのような感じになってます。で、袋と合体した便線ってどのようなものかと言いますと、もう本当にそのままでこういう風に袋状になっているんですね。なってますんで、皆さんのね大事な人にですね、メッセージカードを入れたり、例えばまあ要はこの袋の中に入るものだったら、まあ、小さいものだったら何でもいいので、まあちょっとしたねプレゼントとか、あげるのに本当にこれはちょうどいいかなと思います。で、まあ、こちらにね、皆さんの大事な方のお名前書いて、で、はいどうぞってプレゼントっていうふうに渡していただいたら結構喜ばれるんではないかなと思います。で、当店では、このですね柄以外にですね、あと3種類ございまして、こちらちょっとエアメールっぽい、袋線と、こちらクリップ柄の袋線、最後こちらボタン柄の袋線となっております。で、これちょっとねお得なのか、お得というかちょっといいなと思ったのが、まあ、これパッケージはこういう風なリボン柄になってますけど、これ以外にですね、実はこう開けるとこういう風な、なんていうんですかこれ、ね、パスタというかペンネというか、なんていうかちょっとわかんないんですけど、こういった柄、2色これセットになってるんですね。で、こちらのボタンの場合ですと、ボタンと糸になってますね。で、こちらクリップの場合ですと、クリップだとまたこの大型なクリップ柄になってます。ということは、このエアメール、果たして何になるんでしょうね。エアメールは、はい、色違いのエアメールでした。あんまりひねりなかったですね。ということで、当店ではこの4種類、この4種類扱ってますんで、またね、大事な人とかなんかプレゼントあげたいな、ちょっとしたものあげたいなという時には、ぜひこれを使っていただけたら、きっと喜んでもらえるんではないかなと思います。それとですね、ちょっと案内なんですけど、ウィシンホームセンター、ウィシンデザインホームセンターにですね、ちょっと秋冬物が今日入ってきましたので、もう本当にこの説明はまた後日しますので、ちらっと見させて、ちらっとだけ見ていただきたいなと、まあ、こういった、まあ、冬物、秋冬物、こういったもの入ってますんで、また、ブログとかね YouTube チャンネルの方にまた後日アップさせていただきますんで、またそちらでね説明させていただきます。はい、今回は、以上となります。ありがとうございます。